皆さん、こんにちは。ネットビジネスアナリスト、横田修林です。今日もネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしてまいります。今日もよろしくお願いします。はい。今日は2024年8月12日月曜日。今日は山の日ということで、祝日三連休が最後ですね。そして明日から。 えー、お盆ということになってる方も多いんじゃないかなと思ってるんですけど、まあ、そんな今日はですね、祝日でもありますし、そしてお休みの方も多いと思いますので、ここでまとめてですね、えー、まとめ記事をですね、<laughs> えやっていこうということで、今日の話はこちらになります、えー。ご覧ください。どうぞ。はい。ネットビス研究会0円会員無料。 に移行ししたたの2024年7月分をを公開ととといいいいうことでお話をしていきたいと思いますえ今日はですね、いつもであれば YouTube メンバーシップ月額190円から学びますデイリー会に入会いただかないと15分の動画を最後まで視聴いただくことができないというものになっているんですが今日は最後までご視聴いただける日となっていますのでぜひお付き合いいただけば嬉しいなと思っています通常であれば大体前半 あの、全体の2割ぐらいですね。3分ぐらいしか公開されていないんですが、まあ3分だけでもね、いろんなニュースが分かっていいと思うんですけど、フルで見たい方はですね、月190円です。あの、毎回見ますけど、1回じゃないですよ。あの、1ヶ月190円しか買わないので、もう今ね、190円ってもうジュース 1, 1本分ぐらいの値段になってるので、もうよかったらですね、1本ちょっと契約してもらえば配ができますので、入会していけば嬉しいなと思っています。 はい。えー、そんな今日ですね、まあ無料でできる、えー、無料でノウハウを学ぶことができるというネットビジネス研究会ゼロ円会員というのを私の方でやってるんですけど、まず本題に入る前にですね、今日のブログの冒頭にある写真の説明からしていきたいと思います。こちらからご覧ください。どうぞ。 はい。これ先日ですね、京都の綾部商工会議所というところで講演してきた時のエピソードがちょっと面白かったので、皆さんにも共有しておきたいなと思うんですけど、え何があったかというですね、行きまして、はじめましてということで、まあ名刺交換してですね、いろいろこうお話するじゃないですか。え、今日新潟からいらっしゃったんですかとか、そうなんですよ。遠方ですね。とかっていう話をするわけなんですね。で、その中で、えっ、ー、と、こんなこと言われたんですね。あの、向こうの方がですね、あ京都って、 ちなみに他どういうとこで呼ばれたりしてますかっていうことで、あ、京都ですかっていうことで、僕がパッと頭の中で思い浮かんだのは、商工会さんは結構名前が浮かんだんだけど、商工会議所ってあったかなと思って、うーん、商工会議所さんはないんだけど、商工会さんはいくつかありますみたいな話をしたんです。 あ、そうなんですね。商工会社で初めてなんですね。っていう話になってで、僕はちょっと心配だったので、一応と思ってですね、自分のブログの中で検索すると探せるんで、それで京都でどこに行ったのか、もしくは僕の自己紹介の中に入ってるので、それで検索してみたらですね、なんと、2022年の22年度ですね、まあ、あの正確には2022年の2月ですけどに、に僕はズームで呼んでいただいてたんですよ。 なので、実は、綾部商工会議所は2回目だったんですけど、2人ともですね、僕も主催者側も初めてだと思ってですね、えー、受けてしまったんですね。もちろん、あの、向こうは担当者が変わったということなんで、えー、ちょっとまあ、それなりの言い訳にはなるんですけど、僕の方は担当者が変わってないんですね。じゃあ、なんで僕はそういうふうに思ってしまったかというと、前回がズームだったので、なので、今回はリアルだったんですね。だから、京都に本当に綾部まで行ったのは今回初めてなんですよ。なので、 あの僕の中では綾部の印象が薄かったということなんですねつまり Zoom であろうがリアルであろうが公演するってこと自体は価値は同じだしそして公演料自体も同じ金額を頂い,いてますけど違うのは京都まで行ってるという過程がないということなんですねつまり記憶っていうのはそのある物事に対していろんな あの、こう、つながっているものですね。例えば、京都までの道順とか、そして、あの、そこで名刺交換したとか、いろんなものが組み合わさって、記憶っていうのができているので、その部分が、ズームになるとですね、皆無なんですよね。例えば、普通であれば、1時間前に入って、その担当者の方とお話したりするんだけど、ズームの場合は、5分前なんて、つないだら、はい、始まりますって感じだし、終わったら、はい、ありがとうございましたすぐ切っちゃうので、どうしても関係が薄いし、 で、僕からしてみれば、事務所から講演していますので、そうするとですね、ただ画面が、あやべ商工会議所になったのか、別の商工会になったのかって、画面が違ってるだけであ、あやべって地名が入ってるか入ってないかしか違いがないわけですよ。あの、実際その、あの、移動の工程もないし、向こうの人の顔もね、一瞬でしか出ないので。ってなると、結局印象がやっぱ薄くなりますよね。で、向こうも同じように、僕を呼んでいたんだけど、結局ズームだったら、 その接してる時間が短いし、担当者も今回変わったってこともあって、覚えてなくてですね、お互いがちょっと大笑いしたんですね。なんだ、初めてじゃなかったんですねって言って、すいません、僕も覚えてなくてって言ったら、いや、私たちの方もいろんな先生を呼んでやってるんだけど、やっぱズームだったらね、先生の印象が薄くてですねって話があって。 ということは、その、よくズームの講演的に話をしてるのは、あの、一生、金額がね、講演力が一緒だとすると、効率が上がって、一日二つできたから、あの、実は客単価、客単価というか、一日あたりのですね、単価が上がって、あの、これがまさに DX なんですって話を僕よくしてたんですけど、でも逆に言うとね、あの、一日あたりの、その、売上っていうのを増やすことに成功したかもしれないんだけど、もしかすると、リピート率は下がってるかもしれない。 つまりリアルを1回行ってたら2回目もリアルで行けるって可能性あるんだけど1回目がズームだった場合2回目に呼ばれなくなるっていう確率がリアルよりも高いんじゃないかなと思ったんですねだからその部分を逆にオンラインだからこそもう少し補って例えばその日頃僕やってないんだけどそのあのお会いした方あのお世話になった方に名刺交換した方にメールを送ってメールのやり取りを何回か繰り返すとかっていうことをしないとですね やっぱりデジタルだと印象が薄くなってしまう。でこの記憶の仕方ってところにちょっと鍵があるなと思う、デジタルはですね。なので、ここら辺、逆に言えばこの部分を記憶をデジタルによって埋めたりとか補ったりすることも得意なので、ここの部分をね、これから考えていった方がいいかなってちょっと思いましたね。 要で、皆さんこれの皆さんに置き換えると、打ち合わせとか会議とか、こういったものも同じことが言えますよね。なので、Zoom の方は確かに楽チンだし、録画もできたり、予約できたりとか、文字起こしできたりとかしいろいろ便利なんだけど、やっぱその部分ですね、逆にそれができるからこそ、記憶をしなくていいやと思ってしまったりとか、あとで予約できるからこそ、今ちゃんと聞いてなくていいやと思ったりとかするってことも、結局起きてくるので、 その辺をですね、やっぱり考えていきましょうということが今回ですね。自分も身を染みて分かってエピソード的に面白いので、またこれはね、いろんなところでまた話をしていこうかなと思っています。はい。そんなちょっと話が長くなっちゃいましたけど、今日はですね、今月2024年7月まで投稿しましたネットビジネス研究会ゼロ円会無料で参加することができるというもののディスコードで行っている内容について話をしていきたいと思いますので、 よろしくお願いします。はい、ではまずこちらから見ていきましょう。出ますでしょうか？どうぞ。はいえ、こちらディスコードの画面の中で現在ですね。ネットビジネス研究会ゼ0円会員に参加してくださっている Discord のメンバーが81になりました。ということでおめでとうございます。ありがとうございます。 ということで、80人を超えてきました。まあこれね、1年ちょっと経って、いや1年じゃないですね、今年の1月からなので、ようやくここまで来たなということで、年内100人目指してですね、とりあえず頑張っていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。何回も言いますけど、あの、190円でもね、安いんだけど、これはなんて言っても無料なんでね、ぜひこの動画見てる方は全員ですね、YouTube の動画の 概要欄もしくはブログの方にリンクを貼ってますので、ディスコードに参加するボタンを押してもらえば参加できますので、よかったら招待を受けて参加していただければと思います。はい。ではね、どんな内容、入ったらどんなメリットがあるのかっていうことを知りたいかなと思いますので、それについて説明していきたいと思うんですけど、うん、はい。まずはですね、このディスコードというもので行っているのが始まったのは2024年からなんで、まだ8ヶ月目に入ったとこになるんですけど、 はい。こちらの QR コードを読んでもらっても結構です。ちょっと拡大しておきましょうか。はい、動画で見ている方のために拡大しておきますけど、はい、こちらの QR コードをスマホで読んでもらえば、はいってことができると思いますので、ここからでも結構です。はい。ではですね、こちらのものと、そしてですね、はい、こんな説明しておきます。ネットビジス研究会って何かって話なんですけど、僕の中でこのように今5段階のコースがありまして、一番上がまさに0円の今回のものになります。 そして190円の話はさっきしましたデイリー会員というものになりますね。そして毎月2990円で毎月1本以上新しいセミナー教材を無料で見ることができるというムービー会員というものが2990円で過去100本以上の セミナー教材が全て見放題になるというものですね。そしてセミナー会員は月4,190円になっていまして、これは月1回行いますネットビス研究会という僕がですね、ズ、えームを通してですね、リアルタイムに皆さんと顔合わせながらあの、いろんなアドバイスをしたり、コンサルティングしたり、講演したりするというものがですね、こちらが4,190円になってまして、そしてスカイプ会員が月5,400円でアドバイスを受けることができると。これはだから今お話した内容っていうのは、スカイプ会員、セミナー会員、ムービー会員の 特典、まあ、というかですね、メインのサービスだけお話しいたしましたけど、この機能に右側にありますように、ムービー会員はデイリー会員の特典も含むし、セミナー会員はデイリー会員、ムービー会員の特典含むし、 スカイプ会員はデイリー、ムービー、セミナー会の特典含むので、どんどんお得になっているので、ぜひね、5400円のスカ,イプスカイプ会員でも安いです。なんでかっていうと、これ1ヶ月に30分だけ僕のアドバイスを受けることができるんですけど、現在ですね、僕は1ヶ月に あの、一回ですね。あの、一時間のコンサルティングで5000、1万円ってですね。1万円ってもので販売してるんですけど、これが30分で5000円だから同じじゃんと思うかもしれませんけど、それに、 これ、あの、税込みですからね。5000じゃんと話した。これ5400円は400円高いわけなんだけど、400円分で逆にセミナー会員、ムービー会員、デイリー会員の特典も含んでるわけなんで、こデイリー会員だけで190円ですからで、考えるとですね、どう考えてもこれ安いので、あの、スカイプ会員の方にですね、30分しか受けられませんけど、お得なので入っていただければと思います。 はい。では今日はですね、そんな中のディスコードで行ってます0円会員の内容についてお話していきたいと思います。まあ、ちなみにあの今ですね、検討しているのは、ネットリス研究会の0円会員以外のムービー会員とかセミナー会員とかもすべてですね、今回ディスコードの方に移行していこうかなってちょっと考えているんですね。それはあの別の動画でも話しましたけど、Facebook のグループっていうのが今僕3ヶ月間ですね、うまく使えない状態になっていて、 で、あの、やっぱりこう、会員制でやっていく場合に、実名だとちょっと嫌だというものとかあったりとか、やっぱ使い勝手の問題もあったりとかして、ディスコードなどに移行してもいいのかなと思ったり、なんか別のね、そういうサービスに移行した方がいいのかなと思ったりとかして、ちょっと今悩んでるんですけど、こちらのものを考えてますので、ちょっとまたその辺は追って話をしていきたいと思います。はい。ではね、0円会員、i s c o r d の中を紹介していきたいと思います。こんな感じになってます。 はい。まずですね。はい。こちらなんです。左のメニューの方に、はい。ここのところにですね。いっぱい並んでます。生成 AI。 動画、画像に関すること、サービス、ツールに関する紹介、マーケティング、EC、ネットビジネス、SEO 対策、PPC 広告、キーワードマーケティング、ジョコリテラシー論、そしてガジェット系のもの、そして最先端のノウハウということで、3DAR とか VTuber とかボーカルとかゲーム関連みたいなものが並んでます。で、これらのものに関しては、いろんなニュースを見かけるたびにですね、ここのところにどんどん追記する形で僕が足していっているので、なので、まあ、どんどん どんどんニュースをね、いろんなものをですね見ていくっていうことだけであれば、これが便利です。で、まだね、これ全部移行しなくて、例えばその AI に関することとかですね、例えば SNS のメインのですね、例えば Instagram とか LINE とか TikTok みたいなのに移行しなくて、それらはこちらですね、僕がやってるネイ,ネイティブスアナリスト横田修林という僕のブログの中で、 Facebook, X, そして Instagram, YouTube, LINE みたいな、いろんなテーマごとに最新ニュースをまとめて紹介してるっていうですね、記事を書いているんですね。でこちらに追記していってるわけなんですけど、で、ここで整理しきれないものとかあの、もしくはですね、非常にこう、情報の更新が頻繁で、僕のまとめするのは間に合ってない場合に、この Discord が便利なので、Discord でどんどんね、情報だけを投げてるって感じになっていますので、よかったらですね、こちらに入って いいただけばと思っています、えー、なので、ディスコードの方に入っていただくと、今のような、このね、いろんなテーマごとで、例えば紹介していきましょうか。はい、生成 AI で見ていきますと、このところにいろんなニュースっていうのがこう紹介されていて、サービス、ツールってところ見ていっても、いろんなことが紹介されているので、いろんなね、こういうツールとかサービスを知るのには便利かなと思っています。 で、マーケティングに関するノウハウとかですね、EC ネットビジネスに関するノウハウとかっていうのがずらずら入っているので、ここ見ていきましょうということです。で、ここの上のとこに、ゼロ円会員の方へってとこに書かれていますように、ここのとこにですね、詳しい説明が今僕話したようなことが書いてるので、ここを見てもらっても結構です。で、ここの中でディスコード以外でノウハウニュースをまとめているテーマは、 ここにありますよってことで、リンクを貼ってますえ。ここを押してもらうとですね、そしたらさっきのページに行きましてで、ここのとこで、はい、それぞれのテーマごとに見ていくことができる。例えば、X を押してもらうと、X では最近こんなニュースがありましたよってことで、何月何日高校、何月何日高校って感じで出ているので、まあ、こうやって見ていくといいのかなと思います。 はい。あとは、ま、ここのところにもですね、えー、随時追記し、ブロー更新テーマ、107テーマとかが書いてありまして、ここにもですね、一応なんとなく出ていますので、まあ、ここらでね、追いかけて、え、SNS 関連とか AI 関連って見ていくと、それぞれリンク集になっているので、まあ、ここからでもいけるようにしてますので、ぜひチェックしてみてください。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。バイバイ。